除染装置とは、工場や実験室等で汚染された物品の汚染を取り除く装置である。73式中型トラックに搭載された除染装置73式中型トラックに搭載された94式除染装置除染装置を搭載した73式大型トラック除染装置は、陸上自衛隊の装備、化学加熱機の後継装備として配備されている。 化学兵器や放射性物質で汚染された人員、車両等を洗浄するために用いられる装備である。また、耐生物兵器での使用はもとより、阪神淡路大震災、東日本大震災などの災害時には消毒薬を積載して被災地の貿易消毒活動にも従事した。除染装置の主要部は73式中型トラックに搭載される。 工日の除染車3型に比べると車体は小型で、車体に固定された散布ノズル等はなく、荷台の加温装置部は荷台から下ろし下して用いることが可能であり、自民を除染する際に使用するテントも付属する。本装備は、科学科専門部隊に限らず、普通科連隊施設作業招待、代替本部管理招待などの大きな規模の、部隊例科の科学科、施設科、 受品化部隊が装備する。大型のものは特に、除染者 3K の名称が付される。これは73式大型トラックに2500リットルの水槽と加温装置、発電機、散布のためのスプレーノズルを搭載したものである。加温装置は、水温摂取15度の満タンの水槽を1時間で摂取45度まで温める性能を持つ。散布量は一分間に百十リットルで、 噴霧ノズルを車体の前後に常備するほか、水槽の後部左右に一機ずつ15メートルのホースを持つスプレーガンも装備しており、ホースを繰り出すことで車両から離れた箇所の除染も可能となっている。またこれとは別に7メートルの重点用ホースと7.5メートルの最重点ホースも装備している。本社は他の派生型と異なり、任務の性質上運転席キャビンがホロ制ではなく、 構成となっている。本装備は、方面、師団特殊武器、化学防護体、旅団指令ぶつけ体化学防護小隊に配備されている。生物兵器や化学材、ホールアートなどに汚染された人員、車両などの除染に使用される。使用された化学材の種類に応じて4種類の除染手段を使い分ける。73式中型トラックに機材を搭載することで、 機動性に優れ、部隊に待機させておくとともに、離れた場所にいても要請があれば、即座に出動することができる。機材、車両等は、除染液等と不処理、人員は着用品の脱衣後の洗浄処理やシャワーによる、温水での身体洗浄等に使用される。日立造船陸上自衛隊の車両と、装備2016から2017、アルゴノート、 ISBN 978から4から914974から12から1ありがとうございます。